何これ、何あれ、ゴミ。ぐすぐすぐす泣いてる。誰これ、アサリナちゃん。泣いちゃダメって分かってるのに。なんかすごい新鮮なんやけどね、いつも髪上げとるけんさ。でももうやだ、もう耐えられない。おー、なんか自分から脱落していきそうな。ダメだって、ここから出たいなんて思っちゃ。あー、終わらせたいとかやったらね、自分で命絶ちそうな感じかなと思ったけど、出たいっていう方やったらなんか殺しの方に行きそうな感じですか、朝日奈ちゃんは。そんな風に思ったら私まで。ドーナツ？ドーナツ食べよ。そしたらきっと元気になるし。リングドーナツ、ツイストドーナツ、アンドーナツ、ジェリードーナツ、マラサダ、サーターアンダギー。ジェリードーナツって何？初めて聞いたんやけど。マラサダってなんだ？それも初めて聞いたな。なんかポケモンにさ、前出てきたやつなんやった？なんかそんな感じの名前のお菓子出てこんかったっけ？ドーナツの神様、私に素敵な出会いがありますように。なんか散らかってんな、朝日奈ちゃんの部屋。ごめんなさい。夜時間のルールを破った私をどうぞお許しください。まあ、でも別に、夜時間さ、私これルール破ったら問答無用で殺されるんかと思いよったけど、そういうわけでもなさそうやしね。死んでないし、前回の。でも、今の私にはどうしてもドーナツが必要なのです。これなんか事件に巻き込まれる系？それとも自分が犯人になる系？あれ？今の音って、まだこのチャプター3始まってから主人公が出てきてないんだが、お風呂場の方から聞こえてるみたいだけど。何？怖い怖い怖い。でも。怖いけど、でも。誰かいますか？何？殴られた？ってわけじゃないんか。何これ、誰の顔？チャプター3、新世紀銀河伝説再び、装甲勇者を大地に立て、非日常編。全く意味がわからん。二度目の学級裁判が終わった翌朝。僕らはいつものように、いつもの食堂に集まり、いつもの朝食会がいつものように始まる。学級裁判の翌朝？はずだったのだが。今日は集まりが悪いべ。深川っちと戸上っちは相変わらず欠席だし。朝日奈葵殿の姿も見られませんな。やられた？朝日奈は腹痛らしい。今日は部屋で休んでいるそうだ。まあ、体調不良か。でも、これは要は、ちゃんと声で答えたってことよね。珍しいですよね。いつも元気な彼女が。だから余計に心配でな。じゃあ。集まったのはこの7人だけ？そう、みたいだね。どうだってな。やっぱこういう時こそ、議長がビシッと締めてくんねえと。もうなんか、抜け殻状態だな。無理だべ。ダメか。大丈夫？もうなんかここ死んでしまうんやない。石丸くんは昨日の一件以来全く口を開いてない。だってね、やっと、ちゃんと友達ができたのに、一睡もしていないってことはその顔色が物語っていた。やっぱり大和田くんのことが。仲の良かった大和田くんが藤崎くんを殺したという事実。もうな、藤崎くん呼びになっとる、自然に。しかも、その大和田くんが目の前であんなことになって、やっぱりそれがショックで。それにしても、この先どうなっちまうんですかね。出口も見つからず、助けも来ない状況で。言ってたらますます気がめいってきた。ここで仲良く暮らせばいいだけですわ。ここはなんかね、常にこの意見なんよね、やっぱり相変わらず。まあ、命を最優先するとしたらそれが一番正しいんやとは思うけど。外の世界のことは忘れ、この生活を受け入れるのです。それが今の私たちの希望なのですから。
でも自分が相手を殺さんってなっとったとしても、もしかしたらそのうち殺されるかもしれんってなったら、なんかここまで平常心ではおれんな。そんな、こんなところでずっと暮らすなんてな。食料も医療も満たされている不自由のない生活、どこに不満があるのですか？うん、逆にお聞きしますが、外の世界には他に何があるというのです？よろしいですか？競争、差別、犠牲、暴力、社会が大きくなればなるほど歪みもまた大きくなる。それならばいっそここの方が。なんか嫌な扱いを受け取ったんかな、外の世界で。下道天使もちもちプリンセス。は？はい？何？これ。トリルヤメグちゃん、ウサミミアマゾネス、ネコガール、イヌボーイ、銀河王、ジャスティスロボ、それにそれに。とにかくここには二次元がない。仕方がありませんわね。欲望、そんなものを抱くから黒幕につけ込まれるのですよ。ダメ。一応なんかチャプター3ってなってタイトルが出とったところにはさ、今回は誰だ、さくらちゃんと山田くんやったけど、そこの二人メイン？でも朝比奈ちゃんで始まったよね。まあとりあえずだな、石丸っちが荒れない以上。でもちゃんと集合はするんやね、石丸くん。ここは年長者である俺が資金べ。つうわけで今日はみんな揃って探索の日にすんぞ。探索？そうじゃねえのか。だってよ、ほら学級裁判も終わったんだし。もし新たに行ける場所が増えているはずか。おー、そっかそっかそっか。うん、3階とかもあったっけ。まだ階段あった。そういうことだべ。今度こそ手がかりが見つかるかもしんねえだろ。では食事の後手分けして探索だ。セレスもそれでよいな。きっとこの暮らしをさらに豊かにしてくれる発見が私たちを待っていることでしょう。いや、手がかりを探しましょうって。とまとまりかけていた話をぶち壊したのは遅れてきた彼女の存在だった。あ、朝比奈ちゃん呼ばれて飛び出て。あ、違う、こっち。めっちゃびっくりした、そっちかい。呼んでない呼んでない、もう当たり前のように出てくるようになったんやね。てかあれやん、殺される殺される恐怖が。しかもなんでフカワッチじゃなくてジェノサイダーなんだべ。この学校って素敵空間よね。私みたいな殺人鬼が堂々としてられるんだもん。だから遠慮なく羽を伸ばさせてもらうことにしたの。こそこそ隠れるのはやめ。それに私は戦わなければならないのよ。二重人格といえば古いドラマの安直な犯人設定。そんな二重人格に対する誤解を打破するために、おいごれ、私は日曜戦わなければならねえんだよ。うん、うん、でもおめえ自身がそうだべね。安直な犯人設定って言われても実際に君は殺人犯だからな。こいつがいなければ生存率が 10% は跳ね上がるのに。まあ、そもそもがね、誰が誰に殺されてもおかしくない状況で、外の世界ですら殺人をしよった人がこの中におったんじゃね。もっと声援を、確実に最高の私にもっと声援を。でもあそこが萌えって表現するような人はもうおらんと思うんやけどな。ね、何にしてもまずは食事にするぞ。腹が減っては何もできぬからな。そうだね、さっさと食べて探索を始めよっか。まあ深川ちゃんがどんだけね引きこもってようが、もうジェノサイダーショーが普通にしれっと出てくるようになってきてしまったんやね。殺人鬼と共に過ごす朝食、そんな貴重かつ迷惑な食事を済ませた後、僕らはすぐに探索に取り掛かることとなった。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。もう10分ぐらい経っとるけど。なんか結構経ったけど、てか誰もおらんやん。もう速攻でみんなおらんくなったん？食べ終わった後。誰もいねえな。そして相変わらずいっぱいあるな、食料。野菜が山積みになっている。野菜より肉だ。10代だからな。お肉の10代なんだよ。お肉の10代。でも野菜も大事よ。包丁は一つ欠けたまま。ここにあった包丁を前園さんが持ち出して、そしてそれで、忘れられない。忘れられるわけがない。もうこういうのってちょいちょいさ、一人目の犠牲者が実は生きて黒幕でしたみたいなパターン多いよね。まああれは死んどると思うけど。
ショーケースには違いじゃない肉が並んでいる。今日は OG か。なんだ、なんか贅沢だな。無限に食べ物が湧いてくるけん贅沢になってきたんじゃない。むしろ外の世界じゃもう生きていけんかもね。お金払って買わんといかんし。さあ、ここにも誰もおらんっぽいけん外に出るか。誰かいます？ないな。広がった空間はどこなんやろ。やっぱこっちじゃなくって学園側ってことかな。出よ出よ。てか誰もおらんねえけどなぜ？どうしてこんなにも誰もいないのかしら。あ、てかあれは？あ、ほらほら、また回しとこや。ガチャガチャ83枚もあるし。モノモノマシーンに挑戦なさいますか？します。よーし、また5枚ずつぐらいでいきます。はい。アイテムゲット。カンパンやカンパン。はい。これはタンポポの綿毛かな。そっか、そういえば何が出たんかは全然何一つ説明してくれんねよね。何これ、コナン君の聴診器じゃない？聴診器？通信器？あの、蝶ネクタイと混じった。蝶ネクタイみたいなやつ。何これ、何あれ、ゴミ？何これ。お、ラッキー。あ、無料でボタンかな。何？またラッキー？どうしたどうしたどうした、何ですか？なんか人形や、2つセットの。はい、次。これは、つなぎかな。そして、カンパン。まあまあまあ、あって困るものじゃないけんね。なにこれ、わからんな。おっと、ラッキー。来い。なんだか全くわからねえな。10枚ぐらい使おうか。ほい。なんかレア度変わったりするんかな。ハサミ。ふかちゃんには渡したらいかんやつやね。まあ、いっぱい持っとるみたいやけど。なんこれ、指輪？そんなに可愛くなかったけど。黒電話や、黒電話。はい、ラスト。何これ、本？何かよくわからねえ。そろそろ他の場所へ行こう。よし、行こう行こう。せめてモノクマとか、モノクマ型のぬいぐるみでもいいけんさ、そこにあればいいのね。あっちから来たんやっけ。さあ、さらに上、え？ここって入れたっけ？保健室。あ、鍵が開いてる。よね、開いてなかったよね。ここにも入れるようになったみたいだな。入ろ入ろ。多分新しいところに誰かしらおるんやないん。誰もいねえ。誰もいねえよ。てか、綺麗やね。やっぱりちゃんと管理しとるんや。なんだよ、このモニター。どこの会社が作ってるんだよ。モノクマ社って書いてる。ディテールにこだわってるな。自分ところなんやね。冷蔵庫。医薬品でも冷やしてるのかな。お、コインゲット。誰のレントゲン、誰のでもないんかな別に。ん、今なんか、これはゴミ箱だな。中には何も入ってないし気にする必要はないか。新しいとこが増えたってことは、あ、
新しくなんか犯罪に使えそうなも薬品とかあったりするんやない。監視カメラきっと今もこの向こうで黒幕が。そう思うとムカつくけど放っておくしかない。もう何もないんか。棚とか調べれんものかね。なんもなさげやね。入れる場所は増えたけど特に何もって感じ。でよ、どこがさ行けんかった場所でどこが行けるようになったとか全然把握できてないんよね。まあ、とりあえず上行くか。あ、どうもどうも、葉隠れくんおった。もしかすとここの階は何も変わりねえべ、うん、ただ3階の階段のシャッターが開いてたぞ。きっと3階に行けるようになったんだべ。そっちにいろいろとありそうだべ。お、よしよし。3、え、別の場所にあるのか階段。同じところに作れよな。あれかってことはみんな3階に集合したんかな。希望ヶ峰学園の3階。今度はこの3階が解放されたのか。ここには何があるんだ。てか何階まであるんやろ。別に何も書いてないけど、でも上の矢印があるってことはまだ上があるんかな。まあ、でも普通の学校って何階建てぐらい？ 4、5階ぐらいまではあるかな。4階は少ないか。5、6階ぐらいまではあるんかな。特に高校やったらね、結構広い。おー、何？遊び場解放されたよ。ここは、娯楽室。学生たちの休憩所のような場所らしいですわね。そんな教室があるなんてすごいね。普通の学校では考えられませんわね。オセロに将棋、ダーツやビリヤードまで。それに見てください、雑誌類も充実しているようですわよ。素敵ですわ。それは更新されるの？週刊の雑誌とか入ってきたりするかな。退屈しなぎにはこと書きませんわね。まあ、でもお菓子とかね、食べ物類補充してくれるならその辺もありそうな気が しなくもない。ピロリラリーン、補足があるにょろよ。ファッション、バイク、格闘技、ゲーム、野球、サッカー、パソコン、いろんな雑誌が揃ってるけど、エロはないんだよ、学校だからね。カメラ雑誌のエロ気味のページで我慢してね。それどういうページ？ここの雑誌は新しい号が出たら順次追加されていくのですか？無理なんや。それは無理だね。僕がそうしたくても雑誌そのものが。どういうこと？あぶない。おっとっと、なんでもないよ。補足はそれだけだからバイバイ。今のモノクマさんの言葉やっぱ気になるよね。そんな、たまには雑誌を追加してもらった方がここでの生活が充実するんですが残念です。そう、もしかしたらさ、あれなんやない、なんか外の世界と、まあ、隔絶されてなんかここに閉じ込められとるわけやん、みんな。でもってみんな超高校級のなんとかみたいな、まあ、優秀、まあ、変な分野の人もおるけど、基本的にまあなんか人類の宝みたいな感じの人たちなわけやん。あれじゃない？実は外の世界の方がやばくて滅びてしまっとるとかやない？世界が崩壊して滅びとる中、優秀な人材だけをここで隔離して助けようとしよるっていう方なんじゃない？わからんけど、なんかそんなような気がする。なんとなく。だって希望ヶ峰学園よ。ボロっちいロッカーがある。特に意味があるものはなさそうだし、開ける必要はないかな。だってなんかあれやん、この主人公のさ、苗木誠、あれの家族のやつ、なんか DVD かなんか、あれだってさ、最後なんかすごいボロボロになっとったやん、家が。あれ別にモノクマがそうしたとかいうわけじゃなくて、世界中どこ行ってもああいう状態になってしまっとんじゃないんかな。これって瓶みたいだけど、何なんだ？え、これはなんかウイスキーとかそういう類やないん？見た感じ。よくわからないけど、インテリアなんだろうな。あ、中身入ってないんやね。これはオセロか。あんまり得意じゃないんだよな。なんかあれや、戸上くんとかが好きそう。でもこういう場所あったらね、あれやん、大和田モンド。あっことかこういう場所好きそうじゃない？
ここの雑誌棚にはいろいろなジャンルの雑誌が揃っているみたいだ。漫画雑誌もあるけど続きが読めないってどんな嫌がらせだよ。漫画は確かにそうやね。でも雑誌側がってことは多分もうそのね、雑誌というか発行しうるところがもう滅んでしまっとんじゃないのかな。ダーツまであるのか、モノクマが用意したのか、最初からあるのか。食べ物やったらね、まだなんかそんなに一瞬で底をつくようなことはないやろうけど、ビリヤードなんて学校にあるものじゃないよな。モノクマが用意したのか、最初からあるのか。ビリヤードとかやったことないんやけど、最近あれやろ、ネカフェとかにもあるよね。ここから出てもしばらくは監視カメラがトラウマになりそうだな。ホープフル見えねえんですけど、ホープフルピークかな。ここなんか隠れとんかなと思ったけど、希望が峰やけんそのまんまか。ホープフルピーク出よ出よ。